どうもテラメスです。今日は視聴者さんから腕前 A なんだけど一線が多すぎて辛いです、助けてよというメッセージをいただいたので助けます。こんなメッセージを見て動画を撮らないわけにいかないじゃないか。というわけで今日は筆線を使って強さと弱点を解説すれば対策もできるんじゃないかと思いやっていこうと思います。いや実際ね、筆線結構強いね。いや強い。射程が短いのが弱点なんですけど、敵を射程内に入れたら撃ち合い絶対負けないみたいな、そういう武器ですね。とにかく近距離の撃ち合いが強い。やりたい。まあ今のうまい。あいつになるか。で相手に筆線がいたら皆さん逃げましょう。近距離は筆線が強すぎるから、筆線の射程内に入らないように立ち回るのがね結構おすすめ。いやえぐっ、すごい声出た。今の2枚持ってけるの本当に筆線の射程で戦うとやばいな。近距離だったらああやって2枚無理やり持ってけるの強すぎる。ちょっとポイズンを使いつつ、オッケーオッケー、ちょっと突っ込みたいけど、いや相手なかなかちゃんとしてる。こうやってされるときついんだよね。必然射程がやっぱり短いから、相手に射程生かされるとどうやって前出ようって感じになっちゃうから。あナイス、これ味方強すぎる。前出れないし一旦絶破で牽制しよう。ここの絶破えぐいな、初めて言ったけど高すぎないか。 OK、 危ねえ。あーごめん、やばい。じわじわ押されてきた。前半いい感じだったけど、てか相手が上手くなってきてる感あるな。ちょっと筆線の射程に慣れてきてる相手が。ちょっとポイズンでごまかしていこう。射程の差があってもポイズンあったら割とごまかせるから。オッケー。わあすまん、ダイナモが憑依すぎる。やばい。ちょっと負けたくないけど、筆線の弱点も見えてきてて、ちょっと嬉しいっていう、ド M 的な感じになってる。うん。ちょっとね、弱いところ見せたいから、見せたいけど、弱いとこ見せすぎたら負ける。強いとこ見せます。ちょっと今ね、感情ぐちゃぐちゃな状態でスプラトゥーンしてる。俺多分左の目から涙出てて、右の目笑ってるみたいな、そういう感じだわ、今。OK、長い、長い。いや、筆線ね、射程の先端だったら割と長い。短いけど。やばす。これやりたいな。オッケーオッケー。ダイナも結構きついね。長え。いや、なかなか近づけないな、敵に。わあ、ごめん、あいつ立ちた。ナイスキル。あと一人。いやでもエナジースタンドで相手復活早いからちょっとやばいか。接戦だな。一旦潜伏。射程が短い武器は潜伏は大事。オッケーオッケーオッケー。任せて、土壌スクリーモード。待って、ワイパー先輩それ強い。ワイパーそれ強いよな。ジャンプ見られてても切りながらちょっと移動できるから、それでかわせるんだよね。よし、ゼッパーあるから、このゼッパーでキルしてカウントもっと進めたいな。 OK、 カバー行きたい。うわすまん、ちょっとカバー遅れちゃった。今の申し訳ないな。うわ、ごめん、やらかした。いや、今3人ぐらいやれると思ったんだけど、1人か。カウント40。うわ、怖いな。カウント40って全然負ける。あ、ナイス、強すぎる。油断したら負けるから、しっかり、ポイズンとかうまく使って。スマイルっぽいな、味方やられた押してるから。オッケーオッケーオッケー。思い出した。ソンヒティラミスは思い出した。近距離の強さを。
近距離やっぱ強いな、本当に。射程生かされるときついけど、近距離で打ち合いできればマジで負けないな。これ勝った。待って、ハマったんだけど、ちょっと待って、視点が危ねえ。これで負けたら、ハマって負けたみたいな、意味わからんすぎる。ナイス。ヒラメのガチャグラ。皆さん突然なんですけど、ジェットパックがついてる武器って現状、二つしかないの知ってましたか？ピッセンと、フーゲルシュライバーだけなんだよね、ジェッパついてるの。これは驚きじゃない？もうちょっとあるかなと思いきや、この二つしかないっていう。だから3月のアップデートでは、ジェットパックの武器がめちゃくちゃ追加されるんじゃないかと、密かに予想してる。まあまあ、切られた。まあ、めちゃくちゃ追加されるというか、ジェッパの武器、3月の武器追加で1個は来そうだよね。個人的にマニューバコラボが来るんじゃないかなと予想してる。ジェッパ武器でめっちゃ強かったんだよね、スプラトゥーン2の時に。てかちょっとまずいか。左入られるとヒラメ、結構大変なんだよな。処理するのに時間がかかるというか。ここ頑張ろう。うわ、その打ち方うまっ。一応ゾンビは積んでるから、ギアはこんな感じで、イカ速ゾンビ。イカ速があると、得意な近距離戦しやすいから、イカ速かなり強い。うわ、誰か！ただ、俺のポイズンが一応、矢ぐらい粘りついてる。頑張れ！ここ止めたら、正直勝てる。こっちもね、同じように攻めちゃえば一気にカウント進んだりするから、ヒラメは。このステージはね、諦めないのが大事。オッケー、危ねえ。あと一発。頑張れ、ここ押さえ切ったらナイス、でかすぎる、そのキル。潜伏してる。うわ、めちゃくちゃ味方と喋りたい。気づけるかな、潜伏。手前めっちゃいるな。オッケー。敵あと一人だ。絶破も溜まるし、こっから頑張ろう。ナイス。このジェットパック。やれないか。まあ、でも相手だいぶ引いてるから、悪くない。ナイス。よし、攻めちゃえばね、マジで勝てる。ここ本当に攻めてる側が有利だから。これ多分敵に位置バレてるから、一回上戻って、ジェッパーも溜まる。それやっちゃおう。あー、乗れない、ごめん。あー、台風の中入りました。どうも台風の目です。マジでいけそうだけど、いけそうだけど、トーピードがちょっとえぐい。ごめん、インクなかった。カウントリードしたい。ナイスキル。ナイス、強すぎる。急いで飛びたい。ここでキル取れれば、リードいけそう。こういう時ポイズン結構強い。許して！インク管理がかわすぎる。ナイスカバー。頑張れ、ここ打ち合い勝ったらマジでかい。これ見られてるかな？ナイスやつ。みんなでやぐら。いい感じで守ろう。ナイス。乗る乗る。やーべ。頑張るみんな。ナイスナイスナイス。よし、やっと落ち着ける。ここ30秒ぐらい急がしすぎた。ナイスみんな。まあ、まだ勝ったわけじゃないけど、とりあえずリード。本当に攻め出したら止まらないね。ナイス。ここら辺戦いやすすぎる、必戦。このジェッパで終わりや。全然終わらない。ノックアウト、ここまで来たらしたいけど。いて。よしよしよし。わあ、うまい、今の何？曲者うますぎでしょ。バチバチ当たった。てか、前半押されてたのが嘘みたい。今こんなに押せ押せで、
このステージ、右側が今いるところ、ここら辺がごちゃごちゃしてるから、戦いやすいよね、攻めてる側が本当に。攻めてる側が有利しか言ってない気がする、この試合。でもね、ヒラメは結構その意識大事かも。ノックアウトされなければ、いつでも逆転があるというか、まあ、どのステージにも限らずだけど、ここはね、特に逆転がしやすい。ナイス！この試合みんな、ヒルしてる気がする。みんな強かった。さやのガチャサリー。ギアを少し変えてきました。イカ速イカ忍者。さっきのヒラメとかボコボコしてるステージはイカ忍者なくても動けるんですけど、草屋みたいに平面が多いステージだと、イカ忍者がないとね、一戦マジできつい。位置がバレると、近距離戦がしにくくなっちゃうから、この試合はね、イカ忍者で隠れて、敵に近づいて、あ、やば。こんな感じで近づいて、ヒロを狙っていこうと思います。忍者あると、生存力めっちゃ上がるんだよな。てか、必戦結構使って思ったけど、この武器、思ってた50倍強いわ。正直、3の必戦微妙かなみたいに、思ってたんですよ。まあ、実際2に比べると微妙なんだけど、スプラトゥーン2の時って、環境トップレベルだったんですよ。スペシャルが、インクアーマーっていうめちゃくちゃ強いやつで、サブがクイックボム。クイボがついてるから、やばかったんだよ、2の必戦って。で、さすがに3になって、ポイズンも悪くはないけど、クイボの方が強かったから、3の必戦はなーって思ってたけど、普通にメインが強すぎるわ。判定が大きいから、エイムが頑張るっていうことが少ないんだよね、他の武器に比べると。まあ、これにクイボがついてから、もっとやばかったんだけど、それでも全然強い。必戦ヒルとか追加されて、クイボとかついたら、オッケー。この武器は本当にやばいだろうな。必戦6人部屋とか、来る日も遠くないかもしれない。全然ありそう、クイボがついてくれたら。てか、めっちゃ喋っちゃったな。話が盛り上がりすぎて、ちょっと、試合に集中していきます、しっかり。ポイズンガード。いや、それもね、ポイズンで。ナイス、ポイズンリッターが、最強。うわ、あと一個。どこがないか。ああ、優しいね、それ。ありがてえ。で、ポイズンを投げてから、ジェッパー。これ強いんだよね。ポイズンで敵の動きを呪くして、そこにジェッパーをぶち込むという、この動き強い。これ一個だけ入れたい。よし、命がけで。これノックアウトワンチャンいけるか。頑張ったらいけそう。ナイスキル。ビーコンありがとう。ナイス、強すぎ。入れれるか。まあ惜しい。まあでもカウント14だから、全然 OK。サリちょっと集めちゃおう。味方が前に行ってくれてるから。あれ？中いる？ええ、こう。さっきまでどこにもいなかったのに。わし、今さ、アサリをちょうど集めてる時に、マジでちょうど来たんだろうな。今ガチでビビったわ。あんなとこにいるわけがない。ちょっと待って、なんかいる。当たんないんだけど。まあ、やられたし、やれたし。なんかすごい奇妙な関係になってたな。相手を沼の人も、あ、これあれやられないの？あ、やれた。みたいな、多分、お互いに、ハテナって感じに今、なってたね。頭上にハテナマーク、見事にありました。あたりのバーゲンセールや。よし、ノックアウトまた狙えるぞ。俺たちの攻めは終わらない。絶破でもたまんないから、メインデキル狙いたいな。やばい！よしよしよし、ジェッパ、最高。え、やれないの？待って。マジか、やばい、俺、やばすぎる、ジェッパ。やれたと思ったのに、全然当たってなかった。突っ込んできてはないか。相手のノバがいきなり現れそうで、怖いわ。オッケー。ナイスキル。左のやっちゃいたい。
あ、できた。ナイス、めっちゃ投げられてた。ポイズンで敵が来れないようにして、ナイス、強い。こっちのチームキルも取ってたし、アサリ集める意識が高すぎてナイスすぎた。という感じで今日必戦使ってったわけなんですけど、強み弱み伝わってたら嬉しいです。弱点は本当に射程が短いことなんで、相手に必戦がいたら射程と潜伏を警戒するとかなりね対処が楽になると思うんで、射程とどこに潜伏してるかな、必戦どこかなっていうのを意識すると結構楽になると思います。動画参考になったらチャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。